北見峠町上にある中央、道路改作準色者異例の引見峠は、北海道上川郡上川町和座上越と、門別郡縁軽町奥白滝の境にある峠。標高857メートル。国道333号が峠を越えている。JR 北海道赤北本線と旭川門別、自動車道も峠付近を通っているが、それぞれ赤北トンネル。 北大雪トンネルという 4km 以上の長大トンネルで峠直下を通過している。本校ではこのトンネルについても記載する。北見峠は急カーブが連なる交通の難所となっている。遠軽側の上り車線のみ、途半車線が設けられている。一方、原生林の中を通り抜ける峠であるため、後天時には雄大な景観を楽しむことができる。 1891年、北方の防備と開拓のため網走から北見峠までの 162.6km に及ぶ道路を中央道路として開作した。明治政府の命により、空地州時間やクシ路州時間の別館として、中央道路開作のために設置された網走監獄の囚人約1100人と職員約200人が作業にあたり、 工事は4月に開始して12月までに約 160km を完成させるという特幹工事であった。過酷な労働で200人以上の犠牲者を出したことから別名、囚人道路とも言われている。中央道路の経路には犠牲者を弔う慰霊碑が各地に混流されており、峠町上のパーキングエリアには1974年当時の 白滝村村長によって混流された慰霊碑がある。開通後は経路に駅定書が開設され、1897年と1898年に、トン兵が中央道路経由で北見地域に入植していった。1952年に国道39号に指定されたが、関北峠の開通に伴い、1957年、 道道縁軽上川線に降格。1968年に線形改良を行い、1975年国道333号に再度昇格した。北見峠の直下を通過する JR 北海道、関北本線のトンネル。延長は4329メートル。1932年に本トンネルを含む関北線中越駅。 白滝駅間が開業。北見峠の直下を通過する旭川紋別自動車道のトンネル。延長は4098メートル。2002年に旭川紋別自動車道発の共用区間として、浮島インターチェンジ白滝 IC 間が開通。峠を通過する北大雪トンネルは、冬場の吹雪による視界不良などの厳しい気候条件に対して、 視線誘導施設や監視カメラの設置間隔短縮により管理体制の強化を図っている。トンネル内では携帯電話サービスの利用が可能となっている。囚人道路と呼ばれる道路は北海道各地にあり、いずれも明治時代に北海道開拓のため未開地にトンデン兵を送り込むために作られた道路建設の労働力として囚時間と呼ばれる。 刑務所の囚人たちが借り出された北尾雪トンネルに関するカテゴリーありがとうございます。